実は念をつけた男にまつわる話を聞いてから怖くて眠れないのです。今はおとぎ話に震えている時ではなかろう。本当の話なんです。あの打ち詰め校の長宮を守る神だそうですよ。少し休め。俺がその男の正体を突き止めよう。詳しいことは日吉の湯にいる奉仕に。ですがくれぐれも打ち詰め校の呪いには用心してください。の立ちでは詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。懐かしいな。よろしければ一度お試しください。さあこちらへ。打ち詰め校の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理打ち詰め校を召されり、打ち詰め神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず矢ははるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ち詰め放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を打ち詰め校に吐きかける。ほどなく打ち詰め随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ち詰め子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。打ち詰め対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかぬ弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かぬ弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、打ち詰め校は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。
奉仕が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。が相手だ。お前を殺せば名を残す。
加減はせんぞ。また青い花。
青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。ではないと思え。弓を追うでないぞ。青い花、この方向だ。走れ、ソラ。弓はあそこだ。狐の超級。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。
ないのか。猛虎を倒すことが先決。それは後で考えよう。